ビザン山城にあるモライス館。徳島市のモライス通りにあるモライスの銅像。リスボン市内にあるモライスの聖火に掲げられたアズレージョ。ベンセスラウデ・モライスは、ポルトガルの軍人、外交官、文筆家。モライスは1854年、ポルトガルの首都リスボンで生まれた。海軍学校を卒業後、ポルトガル海軍士官として奉職した。百八十九年に初来日。 ポルトガル領だったマカオの港務局副司令を経て外交官となる。マカオ時代に現地女性のアチンと結婚し、二人の子を設けた。1899年に日本に初めてポルトガル領事館が開設されると在神戸副領事として赴任。後に総領事となり、1913年まで勤めた。モライスは1902年から1913年まで、 ポルト氏の著名な新聞、コメルシオドポル、モラエスは、神戸在勤中に、芸者のヨネと出会い、共に暮らすようになる。しかし1912年に、ヨネが死没すると、モラエスも、翌1913年に職を辞任して引退し、ヨネの故郷である、徳島市に移住した。さらに、ヨネの名である、斎藤小春と暮らすが、小春にも先立たれてしまう。 モラエスの徳島での生活は必ずしも楽ではなかった。身長180センチメートル以上と当時の日本人に比べて長身で長い髭を伸ばした風貌だったこともあり、当人さんと呼ばれて珍しがられ、ドイツのスパイと疑われたり、西洋古事記と下げ済まれたりすることもあったという。モラエスは1929年徳島市で孤独のうちに没した。 モライスの墓所は、徳島市西山手町にある長温寺にあり、モライスに並んで米と小春の墓頭がある。また、東海寺にも、モライス一家の遺廃を収めた仏壇があり、供養されている。著書に、お米と小春、日本精神、ポルトガルの友へ、徳島日記がある。ポルトガル語で著述したこともあり、生前には日本ではほとんど注目されることがなかったが、 モライス没後に日本語訳がなされた。昭和初期の時代の風潮もあり、日本産部として取り上げられるようになった。モライス自身を取り上げた小説に、新田次郎、古州、サウダーデがある。また、本作のポルトガルへの取材旅行の際、神殿は、詳細なメモ、スケッチ、俳句などを残しており、それらをもとに、次男、藤原雅彦が単身、レンタカーを買って、 追体験、それぞれの、サウダーデをう旅を行い、回想父の旅、私の旅を出版した。正彦は後年、父の未完小説を引き継ぐ形で書き継ぎ出版した。池内治も、モラエスのことを、変な外人第一号、とともに、第二の人生の手本を示した具合であると、モラエスの絵はがき書館の書評の中で書いている。徳島市のモラエスの旧宅の一部は、 ビザン山城の博物館施設、モライス館の内部に移築されて、保存、活用されている。また、壮年期を過ごした神戸の文学館では、モライスに関する資料が展示されるなど、後世に伝えるべき文筆家として高く評価されている。以前、旧宅のあった徳島市伊賀城一帯には、モライスの名を冠した、モライス通りと名付けられた通りがある。 ベンセス・ラウデ・モライス中日ポルトガル大使館。当人は中国人、転じて外国人の意。ドイツは第一次世界大戦における日本の敵国で徳島県内にもドイツ兵を収容したバンド・ーフ・リョ収容所があった。なおポルトガルは日本と同じ連合国であった。AB、旅、モライスのアシア都政への追母とビザンの緑。 東京新聞夕刊2018年11月15日。父の旅私の旅新庁舎、1987年。古州、サウダーで文芸春秋。2012年。文春文庫。2015年。池内治本は友達 P36。ミスズ書房。2014年。ありがとうございます。